ちは MSS プロジェクトです。さあ今回見てください、こちら、こちら僕の家です。あれおしゃれでしょ。いいとこ住んでんね。ね、どうですか、あの汚い家から引っ越したんだ。そう違います。今回もですね、はい、前回引き続き原宿リチューさんに来ております。というわけで、前回我々 MSS プロジェクトですね、ラテアートに挑戦いたしましたが、した今回やる企画はさらにパワーアップしたこちらでございます。パワー、新しい 3D ラテアート企画研究所。新しい 3D ラテアート発明研究所。ラテアート言えてねえから。まずはですね、前回引き続き、店長のジョイさんに来ていただきたいと思います。はい、今回はですね、 3D ラテアートというですね、なんと立体になったラテアートがあるんですけども、普通じゃ絶対、再現不可能であろう 3D ラテアート案を、我々 MSSP が考えて、実現できるのかジョージさんに、チャレンジしていただきたいと思います。できない、ジョージに無茶振りすればいい。そういうことです。得意じゃん。できなかったできなかったらもう一本ずつ指折っていくぐらい無茶振りや無茶振りは完璧にちなみにですけど、今までどんな 3D ラテアート作ったことあるんですか。でも言うても僕らが考えつかないように無茶なやつとか作ったことあるんじゃない。いやでもやっぱり 3D ラテアートってお客さんも、あのうち何でもリクエストができるっていうのをやってて、あそうですよね、そう、なんかどこまでできるかお客さんを把握したいから、結構海外のお客さんが多いんで。なるほどなるほど。結構よくあるのはゴジラとか。どれをどう作ろうかって結構こっちも迷っちゃう。 3D ですもんだってね。そう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 。 うわーそれは難しい。そう、海外の人だったらね、カラオケとか。かあ、これ今何点ですか。早速、ジョイさんにタッグを組んで、まだ誰も見たことがない新しい 3D アートが、できるのか、早速やっていきましょう。うん、はい、では早速今回もお題がございますので、そちらのお題に沿って、まあ無茶振りを、ジョイさんにしていきたいと思います。では早速いきましょう。じゃじゃん。友情。友情ざっくりしてる。友情そこまでざっくりしてるのか。はい、何出てくるだろう。怖、これもう見えたからあれですけど、努力つまりこれは努力。そしたら、はい、もちろんもちろん僕はこれを引きますよ。じゃん、動物。勝利、勝利は、すごい、もうカッチリしてるじゃん。全然いきなりカッチリした。友情、おかしいよ。友情、動物勝利じゃないかね。江戸さん、ここは勝利引くべきじゃないですか。絶対勝利入ってるって多分。勝利ね。もうこれしようかな。いきなりカッチリしちゃったもん、ね、さあ江戸さん。何憧れのキャラ。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ。さあちょっとこちらの方ですね、スケッチブックを用意しておりますので、ちょっとそちらの方にざっくり書いて、ちょっとジョージさんにお伝えしていこうと思います。努力ってなんやねん。さあじゃあ完成予想図みたいなの書いていきましょう。なるほどね。友情。ちょっと全然思いつかない。もう全然思いつかないな。全然思いつかない。この時点だけだともう完全に。まあこっちうめえな、めっちゃ。でこれすごくない？俺今ざっくりまで終わりならすごくない？それめっちゃうめえな。これすごくない？それ多分本物の本物に近い。やった。さあ迷ってます。憧れのキャラ。憧れのキャラは難しいね。難しいですね。憧れるものがないから。憧れるものがない。ないから。自分が強者発言だ。自分が最強だと自負しているから。憧れるキャラね。鼻かいてんのにまた鼻かいてしまった。気持ち悪そうだ。全然見たらそうだ。おおこいつやけん始めた。
さあ書き終わりましたでしょうか。はい、終わりました。では早速じゃあエオヨから、はい、考えた無茶ぶりの、ラテアートを発表していただきたいと思います、はい、こちらです。ラオウラオウの焦点した姿をこれは無茶ぶりだぞこれは無茶ですね。無茶ですね。これは無茶きたな。ラテアートどこまでその積み重ねれるっていう、ね、なるほどね。まあ挑戦ではあるね。チャレンジぶりではある。ただのボディービルダーじゃない、まあ、絵はともかく絵はひどいけど、ひどいけど、俺はちょっとウケたけどさあじゃあ私 FB、友情というのがテーマでしたのでこちらの方を提案いたします。こちらです。これはやっぱりアイキンマンとアンパンマンの、いやだってうまいもんやっぱりなんか、こっち改めて見てもめっちゃうまい。こっちうまいよね。こっち全然うまい。そいつやばい。これ偽物だわ、これ。もう偽物だ。偽物がいるけども、こいつらがだから、肩を組み合ってるわけよ。あ、そういうことなんだ。肩を組み合って。カップ2個使って。そう、しかもそうそう、途中で考えたけど、カップ2個を使って、だから肩を組み合ってるみたいな。はい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 。そういう無茶ぶりなってる。これはアンパンマンと困った。なんか猫みたいな困った猫さあじゃあ続いてアルバさんの無茶ぶりラテアート、はい、僕は努力ということでね、はい、こちら何あのうわこれ何、まあ、何これ、世界中をイメージしてユグドラシル重力に一体どこまで耐えられるかっていう、ジョージがどこまで努力耐えられるか、ジョージがどこまでキノコ型じゃんだって本人に努力求めちゃった。なるほどね、そういう意味の努力ね。さあじゃあ続いてキックンさん、はい、じゃあ僕はこれです。こいつやべえよな奇才ぶりが奇才ぶりがとうとう発揮された。これ動物ですね。キメラでしょ。これ動物。そう、頭は何なの。これ王冠。芝刈り。芝刈り。やっぱ鼻を2個描いてしまったっていう最大のミスが、いやいやつまりこれ口になるからね。怖っ。これは動物じゃない、これ宇宙人。エイリアン、エイリアン。普通にジョージってね、ジョージって名前つけられてますね。ジョージって名前つけられてますけど、ジョージっていうキメラね。さあではこの中から一つ我々が選んで、それをジョージさんにとうとう 3D アテアートとして、制作いただくんですけども、うん、じゃあもう一斉ので決めましょうか。はいはい、ではいきますよ。はい、一斉のでお前自分さっちゃこいつ自分マジ自信あったの。そんな自信あったんだ。動きみたいなと思ってこれジョージどうですかこれ。いやいやでもなんかこう手の部分とかなんかやればまた他のラテアートに使えるんじゃないか。手なのこれ。それ手じゃないの。これ手だね、グッチョブ。これやります、ね、今それって言いよどんでたよ。いやいやこれこれグッチョブ、これ何みたいな自分でというわけでじゃあ、今回ジョイさんにはこちら、キックンの、はい、作品を、制作いただきたいと思います。はい、はい、では、ジョイさん準備が整ったみたいなので早速、はい、お願いいたします。お願いします。もう本当ガンガンやっていくんであれなんですけど、お願いします。もうどうぞやってあったら全然聞いてください。はい、これ今コーヒー豆詰めたのをセットして、これでエスプレッソが落ちる。ほんとか。ほんとだ。ほんとだ。しかもダブル、ダブルじゃん。ダブル、ダブルが一番ね安定すんのシングル。なんで。シングルアクションアームめっちゃいいにおいする。ダブル飲みできるから。本当にダブル飲みする。全然安定じゃないでしょダブル飲み。お、まずはエスプレッソ。エスプレッソ。エスプレ、エスプレを用意して、牛乳を泡立てます。あーなるほど。泡立て 3D のベースをね。そのさっきからプシュプシュって何なの。え、これはこれバイクでブンブンやみたいな。あー、浮かしてる。そうそうそう。これは水蒸気で今泡立ててます。あー、そういうこと。できた。泡になってる。あの音は効果音大会で聞いたな。確かに。ブリアブリアブリア。それとは違う。そんな音じゃないよ。すげえ作ってる。
で、こうクリーミーにちょっと今泡が立っててこれまで揺れてるんですけど、それがだんだんあの上に泡が集まってきて固くなってる。ああ、なるほどなるほど。それを使って 3D の泡なんですよ。じゃあやっていくか。お願いします。まあ、もう結構固めに上にしっかりと泡が集まってきてるのを、泡を入れる。ゆっくりいくの申し訳ない。ゆっくりと。ゆっくりと。そう。これちょっと慌ただしいね。これは合わないかもしれない企画やってもらったクソやろ。言いたい方だよ。言いたい方だよ。買ってしったらそんな乱暴に混じったらダメだよ。おお、これバーミヤンじゃないこれこれバーミヤンだ。バーミヤンだ。これも結構ハンデですから、この MSSP 横からチャチャを入れてる状況だから作んなければいけないという試練ですから。まあ慣れてるけどね。チクンと飲むときはもうすごいから。確かに慣れちゃってる。ささくわされてたから一番最初ね。なんで俺ささくったんだろうね。わかんない、なんで経緯はわかんないけどちょっと食べてみてって言った気はするそうだ、ささくってたわ。経緯なんかないでしょ。あれ経緯やったらやばいささくってた。じゃあやりましょうか。お願いします。さあ、こっからが、はい、見せ所ですね。お、まずは、まずは泡をドロップしていく。泡はしてるね。あ、もう結構取ってる。すげえ。おお、結構もう泡がもう反対にも絶対落ちないぐらいには。あ、今絶対って言ったよね言ったよ言ったよ。お、早くやった方がいいよ。泡また積み重ねるの絶対大変だよ。顔を取ってます。顔。でかいスプーンで。もうすでにどっちが上手か分かんなくなってきたもんね。かなり出来上がってきたもんね。普段俺どういう風に見られてるの。あーでもすげえ。はいはいはい。でもライブビューイングでやるの大変だよね。緊張するよね。もうイメージできちゃうといけないでしょ。もちろんそうじゃない。そうはね、将来設計か、うん、何かまで何歳でマイホームあと3年後ぐらいなんとかなんとか欲しいかな。マイホームの耳だ、うん、先に顔の部分目まあ目でしょうね。困惑、困惑、本目で。さあ、おお、鼻の部分。いやでも漢字がもう見えてきた。さあ、煽ることも忘れて見入っております。よいしょ。さあ、おお、おーほうほう、おお、はい、できました。おお、できた。さあ。さあ、では我々が提案したですね、はい、無茶振り 3D ラテアート、キックのこちら、動物かっこ謎の、これをですね、ジョイさんは一体どれぐらい再現できたのか発表していただきたいと思います、はい、ではこちらです、はい、前に向けちゃってください。出た再現できてるでしょこれ。すげえ、すげえ、できるもんなんだな。ていうかむしろ絵より全然可愛い。可愛さアップしてる。可愛さアップしてる。これはもしかしたら看板娘になるかもしれないですよ。これでもなんかちょいちょいオーダーされる未来が見える。マジで。俺じゃあ今の名前つけちゃう。名前つけちゃう。ほら。いやジョージくっついてんじゃんこれ。あ、これ、え、ジョージお願いしますよ。これは成功です、うん、素晴らしい。さすがです。さあ、では早速ですね、節足動物ですね出来上がったこちらの節足動物をですね、はい、今やっぱり、オーダーしたキックンさんにやはりラテアートですので飲んでいただいて、ちょっと一言いただきたいと思います。わかりました。これやっぱ
どこから行ったらいいんだろうね。もう鼻からグイッと行くしかないよね。そうだよね、これ正面から行くべきだよね。おお、プルンプルンしてる。プルンプルンしてる。じゃあ、行きたいと思います。はい、はい、お、キスしたね。あ、沈んだ。やばい、 RB バックになってる。本当だ、 RB バックだ。沈んだ、 RB バックだ。 RB バックだ。ギグさん、いかがですか。うまい。よえはい、というわけで今回はですね、原宿李秀さんに、ジョイさんに、ちょっとですね 3D アートを描いていただきました。実はですね、まだ続きます。まだジョージを酷使させます。まだ酷使させます。取れるだけ取るから。はい、というわけで皆様、原宿李秀にぜひ遊びに来てね。来てね。というわけでまた次回もやるよ。じゃあ全世界のみんな、バーイ。バイバーイ。あ、負けてた。あー、ほら、調子に沿ってある。でも三角皆様、MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトはですね、ニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルを持っていますので、ぜひ、ぜひ、ご登録をお願いいたします。多分詳細の方はですね、こちらとかこちらとか、こちらの方に、ボタンがあると思うので、ぜひご登録の方をお願いいたします。あと下の概要欄にもですね、詳しいことが載っていると思いますので、ぜひ、ご覧になってください。あ、またHa ha 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 ha!